皆さんこんこにちは大地です、えー、うちのスクールにはアスリート出身だったり、まあ、現役のアスリートだったりアスリート関連の方はいっぱい来てくださってるんですけれどもまあ中でもねあの本当にトップレベルの人は世界一だのギネス記録取って持ってるだのっていう人も何人も来てくださいましたけどまあとにかくそうじてアスリート系の方ってねコーチング上手になるのがうまい。 <laughs> やっぱなんかそのゴールに向かってというかねこうなりたいとかこうなるんだっていうのに向かってやっぱり自分をトレーニングしていくとかねっていうのがすごいしあとやっぱり体自分の体が何やってるかとかに気がついてそこをコントロールしていくとかはやっぱすごい上手いんでしょうね。 でだからやっぱりねあ,あなんだこんな感じかと思ったら自分で試行錯誤しながらやれるようになっちゃうのが早いしあとはやっぱりマインドフルにいないとねこのスポーツでできませんからだから周りで起こっていることをしっかり気が付いてであのー、やっぱりそこの状況状況に対応していくみたいなねことがやっぱすごく上手でだからまあそういうね身体的な知性というのかながあるといいななんて思って見てるんですけどやっぱあとそれだけじゃなくてねあのー、まあ 仲間とね、この協力し合いながら、だから誰かとこの協力し合いながら何かをやっていくみたいなところをね、こう作っていくのも上手いし、で、あの、そのためのコミュニケーション取るのやっぱ上手だしね、そういうのもコーチングに活かされてると思うんでね、クライアントとの間でね。で、あとやっぱりね、 なんといってもこの1点取りに行くとかね <laughs> このがむしゃらにこの記録狙っていくみたいなやっぱそこのガッツが違うんじゃないかなと思ってだからコーチングって例えば30分なら30分1時間なら1時間っていうこの時間の中でクライアントにどれだけいい状態になってもらうかクライアントに本当にこれやりたいとかやってみようっていうものを見つけてもらうっていうゲームだとしたらやっぱそのゴールに向かって1点でも2点でもとにかく <laughs>。 <laughs> もぎ取っていくってていいいくうねそのガッツが大切なななんじゃないかなとだからあの、まあ、最後1点入りゃいけ戦略的にやれればいいんだけどとにかくなんかちょっとでも相手の状態が良くなってそしてちょっとでも何か自分のことに気が付いてやってみることがあってねということでこの1点ずつ積み重ねていくとか点もぎ取れそうなとこがあったらガッツでもぎ取っていくっていうねそういう気持ちでやっぱりねコーチングやるるととね上手になななんじゃいいかなと思いますよだから決められたことを順番にやっていくだけでは得点にならないことがあるから最後どうなったらいいのかに向かってね 自分もちょっととコーチングというゲームに、ね、参加してるつもりで,でゲームなのでやっぱ相手がいるからね相手をかき乱してもしょうがないんだけどうまいこと観察してで得点狙っていくねでそのためには何が得点なのかって知っとく必要があるよね,最,ね最終的にはクライアントの状態がいい状態になってクライアントがやりたいと思うことを見つかってそこに向かって進むねで具体的にやることが決まってるこれがゴールなんだよねでもその手前ではクライアントがやっぱりいい状態でいろいろ自由気ままに話せたりとかね自分の中を探索したりとかね えー、そういうふうになんかこのうまくいってる兆候というのがありますからちゃんとそれを見ながらねスポーツに参加してるようなつもりでコーチングやってみると何かいいことが起こるかもしれません。ぜひねアスリートになった気持ちででコーチングを眺めてみてみはいかかがでしょうかということでまた明日。